ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は梶原一騎反逆世代の遺言について触れてまいります。1984年10月1日に発売された梶原一騎の自叙伝ともいえる反逆世代の遺言は大変な話題を呼びました。梶原一騎自身が積極的に作り上げたと言っても過言ではない新日本プロレス神話、玉神空手神話を真っ向から否定するような内容であったからです。しかしこの本は暴行事件の逆恨みから作られたという見方が大半だったことから、新日本プロレス、玉神会館ともに致命的なダメージはありませんでした。前世紀には虚実入り混じった作風をこれが真実だと押し切るエネルギーが梶原一騎にはありましたが、もうこの頃にはそのエネルギーはありませんでした。この本がきっかけで梶原一騎は新日本プロレス玉神会館と絶縁状態になります。この本は皮肉にも新日本プロレス玉神会館の終焉ではなく梶原一騎の終焉を強く印象付けてしまいました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は梶原一騎反逆世代の遺言について触れてまいりました。